災害時に人が大勢集まる避難所では、新型コロナウイルスの感染リスクが心配されます。はい、そこで避難所の建物を立体的に 3D で計測しまして、空気の流れなどからウイルスの流入を防ぐ調査が今日御殿場市で行われました。こちらが建物の空調設備や換気口などの位置を360度カメラと2つのレーザーによって立体的に計測できる機材です。今日は御殿場市の避難所となる体育館の空調や配管の位置などを3次元の立体映像にして、空気の流れや広がりなどをシミュレーションし、ウイルスがたまりやすい場所がないかどうかを調査しました。避難所は、もうやむを得ない場合クラスターが発生してしまいますよね。まあ、気流がどう動いているかというところで、コロナが感染しやすい場所がどこにあるのか、ホコリがたまりやすいところがどこなのかというところを知ることで対策にもなると思うんですけど、ウイルスがどこに潜みそうかとかですね、そういうリスクをこれから検討していく必要があると思いまして、御殿場市では今後感染リスクの対策に役立てたいとしています。